ライオンのコテージから帰る途中、ジャネットに出会った。ジャネットがザベスのいとこだということが分かって驚いたぜ。そしてジャネットに誘われてザベスのコテージに行くことにしたのである。音楽プレイヤーのことザベスに土下座してください。謝らせてやる。ザベス、わらわら。ならない時計台。別に時計は鳴らなくてもいいと思うんだ。ワイ、行ってみよう。マシュ、ちょっと待ってな。ザベスんとこ行ってくるわ。ザベスのコテージすぐ隣だったよね。マップ、アリフレッド家、ここだろ。ピンポン。ザベスのコテージはどんな感じなのか、ワクワク。アシュレイっす。アシュレイね。ちょっと待って、アルフレッド。いいわ、入って。ガチャ。アルフレッド系ラウンジ。こんにちは。よくそう、アルフレッド系。どうぞ、入ってどうぞ。あれ、またお客様。ライアンかな。違うな、ライアンは研究所に行った。あ、コテージじゃなかった、わら。どうなった。あれだよ、トミーだよ。ガチャン。トミー、ザベス、ちょっといいかい、話があるんだ。俺たちのバンドのことさ。私たち上に行っててもいい？あなたの部屋で待ってるわよ。トミー、トミー詐欺ではない、わら。先に行ってて。アシュレイ、2階行くよ。まあ行かねえけどな。何か使えるものがないか調べよう。これはいいお家ですね。スタンドライト、サイドテーブル。これ動物の森でよくしたよ。とりあえず少しでもさ、あの家具置きたいから、サイドテーブル置いて、その上に明かりを置く。人んちを物色。花瓶でザベスの頭にゴン。あら、花の絵が飾ってある。豪華な額縁に入れられてライトアップされている。綺麗な絵だな。ライアン家にあった絵は全部抽象画だったもんね。木製のテーブルがある。高級家具のようだ。こんな家具を骨董品って言うのかな。金色の花瓶、この成金が。花瓶には白い花が生けてある。奥の方、風景が幻想的な森。小説が並べてある。合わねえ、わら。厚手の表紙で高級感が漂っている。埃も積もってないし、ちゃんと掃除してるんだ。壁掛け式ライト。ライトの明かりが上に向かって広がっている。間接照明って言うんだっけ。おしゃれ。花瓶が置いてある。白い花が生けてある。花はこれしかないのか。テーブルは調べられん。これはなんだ。ガラスのテーブル。シンプルなデザインだが、どことなく高そうに見える。さすがに勝手に部屋に入ると怒られるかな。どこ行くの。私の部屋は2階よ。さすがに怒られるか。2階廊下。よし、こっちよ。ジャネット、ザベス、トミと何話してるの。さあ、何も聞いてないんだ。二人の話気になるの。うん、ちょっとね。あの二人さ、幼馴染なんだけど、私わかんの。何がわかるっていうの。面白い顔してる。ザベス、トミーのことを意識しているみたい。ザベスって、ああいう上から目線の男の子に弱いのよ。それはマジか。じゃあトミーもザベスのことを。トミーもザベスのこと嫌いじゃないと思うけど、ガールフレンドって感じじゃなくて、妹みたいに思ってんじゃない。そうなのか。単純。私全然気づかなかったよ。
あの二人見たら誰だって気づくよ。アシュレイがそういうことにちょっと鈍いだっけ。鈍いだと？行こうよアシュレイ、ザベスの部屋突き当たりなどだよ。あ、そっちね、オーケー。まあ当然行かねえんだけど。物色物色。石のテーブル、大理石。クソなりきんめ、一人掛けの椅子。シャンデリア、シャンデラがいる。いません。塔って、ファル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 。お、あ、これは調べられん。これも調べられん。え、こっち見よう。これ動物の森で見たぞ。アジアなラグかな。鉢には淡いピンク色の花が咲いている。細長い葉に白い花が咲いている。ジャングリラ、ミニ観葉植物。空の植木鉢、もしかして花瓶なのかな。空の植木鉢、もしかして花瓶なのかな。ミニ観葉植物が飾ってある。なんていう植物なんだろう。空の植木鉢が置いてある。もしかして花瓶なのかな。空の植木鉢が置いてある。もしかして花瓶。しつけ。観葉植物が置いてある。なんもねえや。上のあれも調べられんし。降りちゃう。あとここか。照明のスイッチだ。消せないか。すごい。わら。風景画が飾ってある。湖から見た丘の絵のようだ。金色の花瓶が置かれている。花瓶には薄紫と黄色の花がいけてある。食べかけ式のライトがある。よし。おしゃれなお部屋じゃない。白が貴重の。ピンク色の壁紙。お前の頭の中もピンクなんだろうな。よし。ここザベスの部屋なんだ。そうや。なんかピンクってすごい女の子っぽいね。あんなきつそうなのに。この部屋の客全部オーダーメイドなんだって。大きなドレスあるけど、あれもオーダーメイド？もちろん。うちのクラスにこんな立派なドレスは持ってる子きっといないよ。あらそうぜ。ザベスってやっぱり化粧品とかアクセサリーとかいっぱい持ってるんだ。見たいねって。今一番のお気に入りのブランドはブライスリッチなんだって。そういえばザベスのしてるバンダナブライスリッチだよねって。バンダナだけじゃないわ。服もサンダルもブレスレットも全部そうよ。え、全部ブライスリッチなの？そうよ。パパが何でも買ってくれるらしいから。信じらない。そんなパパがいるなんて。きっとザベスってパパのこと大好きなんだろうに。だといいんだけど。そうじゃないから困ってるんだよね。わがまま娘が。ザベスってパパのこと好きじゃないの？典型的ななりきん、わら。そうなんだって。口も聞きたくないんじゃないって。そんな嫌いなんだ。アシュレイ、電話で話してた相談ってこのことなの。この家に遊びに来たのってザベスのパパに頼まれたからなの。おじさま困ってるみたいなんだ。ザベスとまともに話できなくてさ。私呼び出してザベスに話聞いてみてくれってさ。そういうことってさ、話しにくいじゃない。だからアシュレイに相談してるの。アシュレイのとこもパパと二人でしょ。ザベスの気持ち何かわかるかなって。パパと口聞かなくなったことってあるって。ザベスの気持ちなんてよくわかんないけど、パパと話したくなくなったことは何度かあるよ。どんな時？私は一人でも大丈夫だって思われた時。一人でも大丈夫って思われたら嫌なの？自分の金で物買え。うちのパパって悪気ないけど自分のことしか考えない人で、いつも研究のことばっかり考えてるから私のことをつい忘れたりするの。無能すぎる時。だから私一人に慣れてるし、何でも一人でやるけど、一人でも大丈夫だって勝手に思われたりするともう頭きて話したくなくなっちゃうのさ。なるほどね。少し変わってるからあんまり参考になんないでしょ。うん、そんな気がする。ザベスママいないの？ザベスのパパとママ離婚してっからさ、いないのよ。ザベスってわがままだけど、あれで結構寂しがり屋なの。ママのことで悩んでることも多いし。ママのことで悩んでるって？そうなの。ママに会いたいのに会えないから。会いたいのに会えない。離婚してから一度もザベスに連絡してこないんだって。ずっと気にしてんの。どんな人なの？とっても綺麗な人でさ、ファッション関係の仕事をしていて自慢のママだった。どうして離婚したの？
離婚の原因は分かんないけど大変だったみたいよ。ザベス言ってたわ、離婚した時おばさまのもの全部捨てちゃったってさ、オルゴールだけって。こいつらには何にも秘密にできんな、全部話しちゃうな。ジャネット、あのオルゴールって何？ほら、ドレッサーの上に置いてあるピンクの木製の配管よ、あれ、オルゴールだな。よく喋るやつだな。あ、あれね、年代物のオルゴールでとてもロマンティックな音がするのよ。ロマンティックあげるよ。オルゴール大好き、聞いてみたいな。いいんじゃない、聞いてみたら。絶対これ怒られるんじゃね。ザベスまだ来ないからいいわよ。いいんだ。まあクローゼットがある、少しだけなら見ていいよね。見たらいいじゃねえ。常識瓶売るんじゃねえよ。枕がある、聞くんじゃなくて得るんだ。中には女性の写真が入っている。あ、これママだな、おそらく。引き出しだ、開けるのはやめよう。常識人ぶってんじゃねえや。風景が、引き出しだ、見ちゃダメだよね。見たらええんやで、ワイは止めへんで。花瓶が置いてある、花瓶が置いてある。この花かわいい、可愛い子アピールはせんでええぞ、見ちゃダメだよね。常識人がアピールしてんじゃなくて、あれだよね、ジャネットがいるから開けられないだけだよね。椅子、ソファーがある、白いテーブルがある、窓がある。ふっと、じゃあ行きますか。アクセサリーボックスだったの、ティッシュ箱かと思った。ちょっと覗いてもいいか、やっぱやめておこう。2階から目薬。あ、カメラはいいよ。引き出しだ、化粧品だ、すごく高いやつだ。なんかモザイクかかってるみたいだな。ハートのピアス、うん、買ってよかった。ピアスなんかつけちゃって、最近の若い子は体に傷なんかつけちゃって。さあ行きますか。オルゴールが置いてある、綺麗なオルゴールだね。どんな音がするんだろう、これ回すのかな。クリックして、巻きすぎてさ、ネジ戻らなくなったらガチ切れされるよね、これ間違いなく。これ絶対ジャネットに聞かれて喧嘩になるパターンじゃないかな。あ、落とした。なんで落とすとこなかったよね、急にドア開けられたとかじゃなかったし。アシュレイ、壊しちゃったの。さすがにこれはダメだよ。壊しちゃったのかな、プレート外れただけじゃない。何やってんだよ、わら。多分プレートの裏になんかあるんだろうね。ほら、こんなの分かってるわ。結果オーライ、なんかメッセージカードあるよ。剥がす、って剥がれん、あいっちゃ。遠慮なく剥がしたね。ハッピーバースデー。剥がさなくても読めるだろう。あ、戻った。意外に簡単に戻ったな。元通りになったよ。何してんの、へっ、私のオルゴールよ、オルゴールに触らないで。ザベス落ち着け、ちょっと触っただけでそんな言い方しないでいいじゃない。あなたがアシュレイなんて呼ぶからよ。
なんですって、やめて、喧嘩しないで出て行ってよ、いいから早く出て。もうめんどくせえなこいつら、ほんと。もう追い出されちゃった。あんなに怒らなくてもいいのにな。ぶっちゃけさ、あのオルゴール触っただけであんだけガチ切れだったからさ、壊したのバレたらあれじゃ済まないよね。クズだ、わら。これで自由に物色できる。ほんと、ザベスってわがままね。何を騒いでるんだ。誰誰。おう、彼は。お邪魔しております。やあ、いらっしゃい。君はジャネットのクラスメートでザベスの父親です。よろしく。あ、この顔見たことある。フラッシュバック。若い。あれ、だいぶ顔違うぜ。俺だったら判断できねえかも。見たことある。誰この人さん。この人どこかで見たことある。トリップ入ります。ザベスのパパ、この人のことを覚えてる。おっさんになったな。まあ十数年経ってる。おじさま、よいジャネット、来てくれたのかい。ええ、おじさま、久しぶりだね。相変わらず元気そうだ。今日は仕事だって聞いたけど、もう帰っちゃったな。まだ仕事の途中なんだがね、君が来ているだろうと思って様子を見に帰ってきたんだ。じゃあまた研究所に。ああ、ところでザベスはどうだ。一見にはいなかったようだが。部屋にお引きこもりしておりますわ。何かあったのかい。いつものイライラ、部屋から追い出されたの。ああ、そうかい。気にしないでおじさま、きっとすぐに機嫌が治るわ。悪いね、ジャネット。こちらのお嬢さんは君の友達なのかい。そうなの、偶然会って。アシュレイ・ミズキ・ロビンズよ。ん？ジェシー・バレーで働いてるんですって。君がリチャードの娘か。はじめまして、アシュレイ。私はレックス・アルフレッドだ。キース、オス、オラ、アシュレイ。ジャネット、ダイニングでお茶の準備をしてくれないかい。アシュレイのためにね。羊じゃなかった、わら。ん、いいよ。いいよ。私下に行ってるわ。あ、ジャネット、そこにいるな。あお。ザベス、ジャネットはいないよ。パパ帰ってたの。せっかくジャネットが来てくれたのに、どうして部屋から追い出したりしたんだ。ジャネットが悪いな。ザベス、どうしていつも人のせいばかりするんだ。もっとみんなと仲良くして私とも話しよう。話なんかしたくねえな。ザベス、仕事行くんでしょ。早く行ってよ。ザベス。ああ、みっともないところを見せてしまったね。あ、そんなことないです。いつものザベスの方がもっとみっともないです。いいえ、悪いのは二人います。私もよくパパと喧嘩するし。君もパパと喧嘩するのか。今日もしちゃいました。でも喧嘩するくらいの勢いじゃないとなかなか話せないし。そうかもしれないね。どうかエリザベスとも友達になってやってくれ。ザベスと同じ16歳だね。君が生まれる前からリチャードとは友達なんだ。私たちは古い知り合いでね。古い？いつから知り合いなの？大学を卒業して最初に入った研究所で出会って、そこからの付き合いさ。MJ 研究所ですか？そうだ。よく知ってるね。ママもいたんですよね。そうだよ。最後もそこにいた。そこで EC プロジェクトに入って、君が生まれるまでそこで研究をしていたんだ。EC プロジェクト？何？ EC プロジェクトってのは、ああ忘れてくれ。つまらない話をしてしまった。つまらなくない。どんな研究してるのか私知りたいの。ライアンに会って聞いたわ。13年前にここに来て JC バレー訪ねてたことを。えっ、おじさん、13年前ママがここに来た時どこかで会っていませんか。おじさんのことどこかで見たような気がして。いや、最後には会っていない。でも会っていないと言ったんだ。珍しく
大人の話を疑うものじゃないよ。私はこれで失礼するよ。ゆっくりしていきなさい。ちょっと親父さんも怪しいな。お茶の準備できたわよ。あ、ジャネットが呼んでる。行かなくっちゃ。ジャネットちょっとうざいけど普通の子だよね。あ、しろい。おじさん、また出かけるからジャネットにそう伝えておいてくれ。君はゆっくりしていってくれ。ジャネット自由だな。こっちかな。おお、いた。まあ待て、まずは物色からじゃ。おお、いいテレビしてるじゃねえかよ。これ確かゲームの発売日2009年だったから、2009年でこんな大型テレビ使ってやがるんだこの野郎。私の部屋にも欲しいな。DVD、 今だったらブルーレイになってんのかな。写真が飾ってある。畑の中で腰に手を当てて佇む男の人の写真だ。え、なんで農家の人の写真があんの。コテージの1階の窓だ。ブルーレイではない。上質な生地に木の葉模様が織り込んである。座り心地が良さそうだ。木製のテーブル、重量感があって高そうに見える。基本全部高そう系が出てくるんだよね、この家調べると。木製のテーブルがある、高そうだ。木製の椅子がある、高そうだ。木製の椅子がある、高そうだ。同じじゃねえかよ。ここで食事するのかな、高そうだ。はい、花瓶がある。この花綺麗だな。アシュレイは橙色が好きなんだね。可愛い花。今更女の子アピールはいい。窓からは庭の木々が見える。シャンデリア。あれ、そこ調べれるじゃん。あ、無理だった。こっち行くだけだった。高そうだ、高そうだ。焼き物の水差しがある。陶器、陶器、陶磁器って言うんだよね。ティーカップ。バスケットが置いてある。いろいろな果物が入っている。ジャネットがいる、高そうだ。鍋が置いてある。ぶっちゃけジャネットは安そうだよね。何が、何を言ってるのかわからない。勝手に開けるのはやめよう、他の人がいるから。わらわら。焼く物の器がある。よしよし、うん、いいかな。じゃあジャネットに話しかけよう。ジャネット、ザベスのパパ今出かけたよ。ジャネットによろしくって。おじさまもう行っちゃったな。おじさんいる時も部屋からは出てこなかった。そうなんだ。おじさん本当に話してないみたいね。どうしようかな。相談してくれたのに役立てなくてごめんね。そうだジャネット、いいこと思いついた。ん、何？きっとザベスにはおじさんと話したくない理由があるの。それを誰かに聞き出してもらっておじさんにそのことを伝えるの。誰に聞き出してもらうの？バンド仲間、まあトミーだろうな。トミーとサムのこと？ザベスみたいな子ってきっと女の友達より男の友達に本音を話してるっていうか、甘えるクッソムカつく喋り方してると思うの。おじさんと揉めてることもトミーたちに話してるみたいだったし。ああ、それいいかも、グッドアイディア。でも聞き出す役どっちに頼む？トミーだよ、サムだよ。トミー協力してっかな。まあ普通にかけたトミーかな。どうしてトミーがいいの？だってザベストミーのこと気になってるんでしょ。心配そうに聞かれたら思わず本音話しちゃうさ。かもね。分かった、トミーに話して頼んでみる。ザベス来ないね。危険なってもいい頃なんだけど、ザベス呼んできてくんない？いいよ。もう危険なおんの？ザベスちょろいな。
このまま階段だ。